直接会場に行って観戦するということも難しいお子さんがいるんです。このように冷房の効いた本校の体育館の中で、それこそ大会の最前列で観戦ができる、体験ができる、こういうことをとてもありがたいことだなというふうに思っていますし、この技術に感動しています。予想以上に子どもたちの反応が良かったというのはですね、とても校長として嬉しく感じております。この子どもたち、どれだけオリンピックの心待ちにしていたのかといったことがよく分かるような今日の表情です。これができたということは、全世界でこれができるんだなっていうことなんですよね。このことを伝えたいと思います。無観客で残念なこともあったと思いますけども、このような形で技術を使って本当に現場にいるような臨場感を味わう、これは素晴らしいことだなというふうに改めて思っております。